トロツコは、芥川龍之介の短編小説、大韓1922年3月号に発表された。幼い少年が大人の世界を垣間見る体験を綴った物語で、一部の中学校の教科書などにも採用されている。2009年、本作をモチーフにした映画トロッコが公開された。小田原、熱海間に、京弁鉄道敷設の工事が始まった。 八歳の両平が、その工事現場で使う、土砂運搬用のトロッコに非常に興味を持っていた。ある日、トロッコを運搬している土工と一緒に、トロッコを押すことになった。両平は最初はうちょだが、だんだん帰りが不安になった。途中で土工に、遅くなったから帰るように言われて、両平は一人暗い坂道を命さえ助かればと思いながら駆け抜けた。家に着いた途端、 両平は泣き出してしまう。この時の体験を大人になり東京に出てきた両平が回想している。人道に疲れた両平の前には全然何の理由もないのに、その時の薄暗い坂の道が一筋断続しているのであった。滝井工作によると本作は湯河原出身のジャーナリスト力石平蔵が幼年時代に熱海軽弁鉄道が一車鉄道から 京弁鉄道への切り替えを行っている工事を見物した時の階層を記した手記を芥川が殉職したものである。力石は当時、金星堂の構成係を務めており、ユリや一階の堂の題材をも芥川に提供したという。吉田誠一は事実に基づく話であるがゆえに、最後の数行はフィクションやオチではない、作品のテーマが描かれているといい、 くれかかる線路を一心不乱に走り続けた幼児の記憶がそのまま雑誌の構成という末の見込みさえおぼつかない仕事の中によみがっていると評している。文章は簡潔であり、とりわけ工夫の無造作な最後の一言を聞くことによる主人公の心理の変典が見事であり、まさかこういうことはないだろうという主人公の一人が点が深みにはまってゆき、 気がついた時には引き返せないものになっているという、実人生の象徴が現れていると述べている。三島幸夫は、芥川の作の中で、日本独特の作文的な短編であり、トロッコという物証にまつはる記憶を描いて、それを徐々に人生の象徴へ持つて行き、最後に、現在の心境に奥託させるという方の作として、最も過量なものの一つであるとして評価している。 芥川龍之介は私小説の現実性にとらわれず、それを一つの型として意識的に採択した作家であり、ジャンルとしての一つの型を意識せずには、作品の質を上げることができなかった作家であったと述べ、この作品の長所として、途中でトロッコが何を象徴しているのか見通しがついて、しまうにもかかわらず、そのトロッコの行方について、どこまでも不加速な感じが付きまとっており、 遠くまで行った後で、突き放されて、無理やり帰らされるところに、作者の計算があり、死が直屋の短編とは異なる、人工性がある、と評している。三好幸男は、主人公と芥川の距離がないことを挙げ、少年の切なさは、芥川の強くでもあり、芥川も息を切らしてかけており、終章で遠い思い出に二重移しされたシャバの苦労の、愛観は、 芥川自身の肉声を聞くような感傷を受けると述べており、後に芥川の描く安吉もの,の戦争であり、それよりも遥かに優れていると述べている。ありがとうございます。